はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年8月25、22時44分8秒。えー、イサムさん。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと。鹿児島に行かれてからの抱負ということなんですけれども、えー、鹿児島行ってからの抱負。うんまあ、頑張りたいこと。うん頑張りたいこと。抱負。うん今以上に仕事を頑張るってことです。今の、 3倍もしくは5倍もしくは10倍もうやりきると徹底的にやりますもう徹底的にやります多分そのまあちょっとね47都道府県のセミナー映像がまだ終わってないんでまずそれを終わらしたいなっていうところとあのまあ車が今ぶっ壊れてるんであれなんですけどまず47都道府県のセミナーをこう終わらしたらもうこもりますね鹿児島の事務所にもうどこも出ないかもしれないですでセミナーに関してはウェブセミナーとかまああとは えー、その地方にあん,まりでそのあんまり出回らず、まあ、近場でセミナーリアルセミナーは近場でセミナーするのとあとはもうそのあんまり全国転々とせずもう47都道府県回ればもういいかなとであとは地方もう本当九州地方だけですね回るのは基本、まあ、東京に帰ってきた時もちょ,ちょろちょろやるかもしれないですけどあの結論そのうんその移動してると やっぱ徹底的にやれないんで、ネットビジネスって、その、どれだけパソコンと向き合うかが勝負なんですよ。ぶっちゃけネットビジネスって。だってパソコン、例えばステップメールとかメールに関してもパキーボード叩くとか、結局それなんで、あと商品ページ作るとか、結局パソコンと向き合ってる時間がどれだけあんのっていうのが勝負なんで、あの、今以上にですね、まあ、鹿児島のその、僕もこの東京の事務所にいるときに、 本当にやってる時は一歩も部屋から出ない日が何日もあります。一歩も部屋,部屋を出ないっていう。うん。一歩も部屋を出ないと。うん。そういう時もありますね。だ鹿児島行くと多分、おそらくそうなると思います。だ昔、その僕がその、まあ入社して会社で働いてた時も、まあそんな状況でした。一歩も会社から出ずにずっと働いて、 疲れるまで働いて朝9時からこうやって朝方5時までやって朝方5時になっても疲れて限界になって寝て寝袋で寝て朝9時にからまた仕事をしてまた限界までやって朝5時ぐらいもうずっとやってたんですよねずっとやってました朝その時朝9時からだったんで9時朝9時からまあ夜の21時まで12時間ですよねで,で夜中過ぎて朝5時だから まあ相当やってたと思いますね。睡眠時間その時4時間ぐらい。で、起きたらすぐ仕事場っていうね。うん。まあ、そんな感じでやってましたね、昔は。だから、その、まあ、デスクがあって、デスクの下にまあ寝袋を敷いて寝るんですけど、まあ、起きたら、まあ、デスクと。<laughs> まあ、通勤時間0秒です。<laughs> 通勤時間0秒、はい。寝袋で起きたら、まあ、目の前にもデスクがあると。で、またやって。 でブワーってや,ってやってま,した、ね、まあまああのまたそこまではやらないかもしれないですけど、まあ、睡眠時間はとります睡眠時間は取りますけれどもあの多分かなりやると思います、うんまあ、今僕6時間ぐらいやっぱ寝ないと結構もう体力的にきついんで、うん、とにかくパソコンにあのこう向かってこう作業していくっていうことを鹿児島ではやっていこうと思ってます。 徹底的にやっていきますはい、はいえー、ではですねアンケートの方ありがとうございました。